どうも、こんばちわんこ、すっころべいこです。今回は、仮面ライダーレジェンド、ガッチャード編の感想動画です。先週の、何でしたっけスター・オブ・ザ・スターズ・オブ・ザ・ス,スターズとか、なんか自称してた、あの、ギーツって令和ライダーとのね、ゴージャス対決も、すごく面白かったんですけど、今回は、ガッチャードっていうね、ごく普通の高校生っぽい子がね、登場してきましたね。 令和っていうね、架空の言語を使っての令和ライダー編も今週で5回目ですか。忍びの売り上げがね、あまりにもということで、レジェンド商法を前提として始まったと、仮面ライダーウェブで異例の告知があった仮面ライダーレジェンドですが、まあ最初のうちはね、平成25作目で、レジェンド商法をやるライダーが始まるとは、まあ思いもしませんでしたね。ああ、ジオが終わってからね、忍びまでずっとライドウォッチを付属品として反則してるっていう、 ライドウォッチ頼みで、本編ではフォームチェンジどころか、動画フォームすらなしでしたからね。ジオウの新アイテムを出すっていうことで、本編での反則を緩くして、シナリオに注力するっていう新しい試みが見られたジオウ以降の平成ライダーでしたけど、忍びでついに限界が来たってことなんでしょうかね。忍びに至っては、何でしたっけ仮面ライダー、タイクーンとかいうね、意味わかんねえライダーを出して、 忍びバックルとかいうね、忍びに出てくるライダー、誰とも連動していない、タイクーン専用装備出してきましたからね。素直に忍びの強化本も出せばいいのに、そりゃあんなの売れねえよって思いましたよ。そういや、先週のギーツのベルトも、タイクーンのベルトと同じだったような気がするんですけど、この二人何か関連性あるんですかねタイクーンのベルトをリデコしてギーツに流用したんですかね形も色も全く一緒だった気がするけど、 誰か覚えてる人います仮面ライダーレジェンドはね、その今までと違って、レジェンドを自分たちのところに強制的に召集して、アクションシーン以外ほぼ全てスタジオで撮影するっていう、ここまで予算がなくなったのかっていうね、裏事情をなんとか、オーロラカーテンシステムっていうね、ディケイドの設定を流用してやりくりしてるっていうのもあるんで、もうリデコするような金もないんですかね。その割にはね、今回のガッチャードもそうなんですけど、 令和ライダー全員新規造形なんですよね。あーまあでもその分、ハンドレットに今のところ怪人が一人も出てないから、予算の使い方には未だに迷走してるってことなんですかね。いや、今までの令和ライダーたちもね、結構個性的な人物が多かったですけど、一ノ瀬宝太郎くんは普通の高校生っぽいですよね。寒いダジャレを言ったりね、小説家で剣士っていう設定だったり、先週のスターズ of the stars っていうわけわかんない称号を持ったライダーだったりと、やっぱり2話しか出ないっていうことで、かなり個性を持ったライダーたちが登場していたので、少し弱く感じますが、そこが、貴様にはゴージャスが足りないっていうね、今までのギ屋様からは出てこなかったセリフにつなげるって感じなんですかね。少なくともね、今までのレジェンドライダーたちには、このゴージャスなギ屋様がお前たちの力を使ってやるんだと言わんばかりに、 傲慢な態度を取りながらも敬意をね払っていたのでちょっと意外なんですよね。令和っていうね架空の年号で01から数えれば、まあガッチャードも令和5作品目。まあ要するにジオーから5作品目ってことなんですかね。で、レジェンドと同期っていうことにはなりますから、詳し先にね、成長した影谷様が導く立場になるっていう今までの流れとは少し違う新しいレジェンド界になるのかもしれませんね。 ギーツの前のリバイスでしたっけみたいなね、後味の悪い回にだけはならないようにしてほしいですけどね。最初はね、なんか家族のもとに帰らなきゃいけないんだって言ってたのに、戦いが終わって変身解いたら、俺に家族なんていないけどってね、無表情で言って終わった回は、今でも物議をかもつ賛否両論回でしたからね。さすがの陰ヤ様の表情も陰って、謝罪していたあのシーンは、レジェンド史上最大の問題シーンでしょうね。 僕もね、よく知らないライダーのはずなのに、すごく胸糞悪くなりましたもん。あ、ツイッターとかでも言われてたけど、悪魔ライダーっていうところでワクワクしていたのに、そんなわざわざ記憶消える設定つける必要あるかっていうね、批判意見は僕もね、全くその通りだと個人的にも思いますね。何なんですかね。架空のその令和ライダーシリーズの仮面ライダーリバイスっていう作品だと、悪魔との契約と契約の代償による、 大事な記憶の消去っていうところをうまく結びつけたドラマが展開されているっていう設定なんですかね。01のヒューマギアっていうね、人間と AI が共存しているっていう近未来の話とかもそうですけど、令和ライダーは本当に放送されていたらどうなってたんだろうっていうね、ワクワクするような設定が多いですね。そういえばゼロワンからギーツまでの令和ライダーたちは、商品化するわけでもないのに、レジェンドライバーと連動がない新規アイテム出しまくってましたけど、 今回のガッチャードはちゃんとレジェンドと連動するカードを使うライダーにしてましたね。さすがにそこはちゃんとおもちゃで使えるやつ作らないとってことで怒られたんですかね。あれ本当に令和ライダーって放送されてたんだっけってね、錯覚させることが今回の令和ライダー編のコンセプトとは言われてましたけど、相変わらずジオ以降は金を使う方向がぶっ飛んでて、見てるこっちがもうちょっと反則してくれてもええんやでってなってましたからね。 それとも、今までのギースまでの令和ライダーと違って、今回ね、クーガとファイズのカードを使って、新フォームになってたりするから、バッチャードはこれからレギュラーキャラとかになるんですかねレジェンドにはまだ2号ライダーはいなかったし、ディケイドの時のクーガの逆パターンって感じで、架空の令和ライダーのレジェンドを2号ポジに置くみたいなことをしたいんですかね小野寺クーガの反省を活かして、ガッチャードはね、ちゃんとレジェンドのアイテムを使えて、 独自の戦い方をできるようにしているようにも感じますしね。レジェンドがね、ディケイドとディエンドを合わせたような能力をしている一方で、ガッチャードのフォームはジオウのアーマータイムっぽいですし、ここでジオウ要素を出してるっていうことなんですかね。ガッチャードって名前もね、二つのライターの力をガッチャンコするっていう意味なんだとしたら、商品連動としてはね、結構考えられている名前だとも思いますし、なんかバトラーのことをね、カジキって言ってたり、 今までと違って少し匂わせがある描写も多いような気もしますし、大太郎くんはここからレギュラーになるんですかねやっとハンドレットのボスもね、動くみたいだし、令和ライダー編もガッチャードが終わって本格的にハンドレットの戦いになるんですかねはい、長い茶番にお付き合いいただきありがとうございました。まあ、こういうノリのね、動画を忍びの時にもやったんですが、また作ってみたくて作りました。 仮面ライダーレジェンドのまあガチな感想としては、まあこっちの方がね、なんかガッチャードより作品パワーがあるというか、まあかぐや様とタ太郎のキャラクター的にね、力技をしやすいかしやすくないかみたいなところがあると思うんで、短い時間のインパクトでタ太郎がかぐや様に勝てるわけがないっていうのはその通りなんですけど、やっぱりガッチャードにゴージャスが足りないっていうのは、今のガッチャードの現状を表していて、素直にネタゼリフとして受け止められないところもありましたね。 そうはならんやろう、なっとるやるがいみたいなものを、すべてゴージャスで片付けることができるであろうかぐや様と比べると、やっぱり、ちょっと待って、ガッチャって何とね、一度視聴者を冷静にさせてしまう宝太郎は弱いってことなんですかね。宝太郎に足りないもの、ガッチャードに求めているものを、かぐや様が持っているっていうのが、なんともね、むずがゆい気はしましたけど、仮面ライダーレジェンド本編はね、 わあバカなことやってるわーっていうノリとしては結構好きな作品でした。これからも特撮についての動画を出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。